どうも9番街レトロでございます。お願いします。今日はね、はい、1個持ってきた。持ってきた。うん。今日はね、もう何をですか？決着というか、うん、それはね、ここで戦うとかそういうのじゃなくて安心です。うん、うん、もうね、戦うことはしない。もう俺たちはもう戦わんで誓ったからな。うん、誓った。うん、誓いの上で戦わせていただきます。なんすか？宝くじ当たったら、うん、何使うっていう質問されたことあるよ。宝くじ1等の金額ぐらいやってんじゃん、マジで。この話3億回1日1回で足りなくなくない？なくなくなくない？どっち？今どっち？数えて。今どっち？なくなくない？なく。コメントの方でお願いします。お願いします、はい、ということで、それの正解いつも正解ふわっと自分の中でも、まあね、俺はこれってちゃんと思ったのを伝えるままその話終わっていってない。どういう回かによるけど、でもなんかこのこれっていうのが出た試しはないんじゃん。なんだかんだ貯金かなとか言うと終わってる。もうそんなんが一番な。でもそうやん、うん、そうなって終わってるから多分何回も議題に上がるから、うん、そうやな。もうみんな聞かれたらこれ答えろっていうのをみんなで一個の答え共有しとこうかなと思って。また世を救ってしまいますか。すみません、人救い、人救いさせていただきますね、うん。いっぱい答えばっかり出して申し訳ないな。なんかここで、そうやな、いつか人の会話が俺たちのせいで面白くなくなるかも。そうやな。よって俺たちと会って例えばご飯に行ったとしても、うん、何も楽しくない。何にも楽しくない。あ、それあの俺出てるから。あ、俺がそれ 言ってたやつやな。でその持論みたいなんで喋ったもん、うん、俺が。その覚悟がある人だけこの先見てください。やめて、そのなんか離脱させようとするの。え、ちょっとさ、ポール・スミスみたいな壁。ええわ、今更。4日目ぐらいと多分これ、この壁、どうするの？1個目の動画で突っ込まれてたら、ポール・スミスの壁みたいですね。パクったみたいなんで、そのコメント。じゃ、そんなんええよ。だから、宝くじ当たったら、ね、何をするのが正解か。うん、まあ、1等やろ。え、いつもなんて答えがち？自分が。俺はね、うん、ボケとかで答えちゃってんならそれ言ってもいい。いや、俺はこういう場でボケへんって決めてんだよ。うん、うん、だからまあ普通にあのあれ駐車場とか、あー、あー、ね、そのじゃあお金不労所得にするパターン、お金が湧いてくるようなシステムを作り上げるための資金で使う。そうです。何本にしようか。1億にしようか。1億円の正しい、うん、正しいというか、うん、こうするなの答え、うん、え、あるの？なんかあん、いや、お前いつもなんて答える？俺はね、あのボケ 20% 本気 80% で、うん、むちゃくちゃでっかい自分の銅像を立てるって言って。いや、ボケ 80% やろ。いや、20 それが東京タワーの真横に同じサイズ、例えばね、無理やけどな、そんな額じゃん。例えば同じサイズ東京タワーの的内にいるから、ここラッキーの俺が一生おらせれるんやったら1億すんてできるくない？いや、全然できるな。だからそっち寄りやと思うねんな。だって世界、ね、今の生活は別に一新させんでいいよ。そうや、パッてよそのやつが、そうそう、見たら日本一売れた芸人って思ってまうもん。そうそう。エキスキューズメイト、はい、あの、あの東京タワー、東京ライト、ライト、ルック、Look me. Wow, 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 look wow, wow, me. Wow, wow. Do. Wow. Me too. これや。な。You. You. Shh, shh, shh. Wow, 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 wow. Please, please, please. Thank you. Do you have hot hands? これ。できんでこれ。なんていうの。ちょっと思考的に。うん、そういう賢さ使いたい。そういうこと、ね、あの、まだ売れようとしときたい。あその不労所得はええけどさ、うん、売れようっていう気持ちがなくなるということね。今の水準でその売れるためにプラスなるようなこと。
まあそみんなの正解かわからんくらい、まあ、なんか言ってるけど、でもお前それ8000万ぐらい多分お前パチンコで使うやん。うん、6000万、2000万でビール飲む。十分多いって残り2000万やからな、うん、で、8000円でタバコ買っていや、でもでもなんかほんまに話題になりたい、その使い方で、うん、あーでも賢いんちゃう、それがまたね、お金を生むし、そう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 、遠回りでもほんまやな、うん、話題に、じゃあ話題になるっていうのは固定でいいんちゃう、どう使うのが一番話題になるかじゃん、あとはオッケー、じゃあその方向ね、うん、1億円どう使ったら一番話題になるか、話題になるか、まあ銅像はそうやけどさ、やっぱそのさっき言ったレベルのサイズ感じゃないとイマイチやろ、そうやな、しかも単発じゃ嫌や、その一回、例えばやけど一回ドカンと打ち上げ花火して渋谷のど真ん中ででっかいセンター街通行止めにしてビュードカン中村俊さささんファンはもう全然意味ないやん、意味ないし、で現実的に考え許可下りへんから、その辺は、そのラインは、うん、有名な場所スポットの土地をどうこうするって多分な無理やから、動画どうあがいてもちょっといい、えぐいかもしれないこれ、何出た、まず、うん、先に言いますと、うん、その1億円はギャランティーに使います、あ、いいんちゃう、もう良さそう、その1億円ギャランティーに使って、うん、ジャスティン・ビーバーとヒラパー行くいらんやろ、1億ぐらいっぽいな、 でしかも、うん、まず話題にせえへん、なるほどね、シークレットで、サクッとツイッター載せるビーバーちゃんなまだ偽物やと思ってるから、そうそう、みんなセルカボでこうやって撮ってビーバーちゃんなうん、ジャスティン・ビーバーとかやってそのそれの16秒ぐらいの動画をポンってあげる、うん、あげる、うん、ヒラパーにジャスティン・ビーバーで勝手にまずポンやから、まずポンな、隣のこいつなんなんジュン、これどう1億さすがに動いてくれんじゃん、どうやろうな1億だから2時間でいい、2時間いる、1時間でええな、1時間1億時給1億どうすか、これ動いてくれへんかな、っていうかその感じやったら別に写真撮るだけ1億でもいいんじゃん、別に一緒に遊ぶ必要なくない、いろんなパターンは撮っときたい、そのひらパーひらかたにね、ひらかたパークっていうのがあるんですよ、大阪にある、すごい小さな、ね、遊園地、いやそのちっちゃいっていうか入り間に比べたらちっちゃい、そうそうそう、ね、そうそうそう、そこにこれエグいかもな、あー絶妙ちゃう、その1枚1000万としても10枚取れるから、今さ海外のそういうアーティストとかハリウッドスターで一番パンチ力あるのってジャスティン・ビーバーで、なんか層的にもいいと思うねんな、パンチ力で、まあジャスティン・ビーバーに関しては、うん、昔のあれもあるからネットではパンチあるよな、うん、ピコ太郎の件があるから、ピコ太郎さんあの人に関してはなんか言っていいみたいな感じあるな、確かになんかその別の次元のあの人やから慣れ親しんで、うん、勝手に、あいやそうね、いやでも誰やろな、やっぱジャスティンかな、だってメッシはあーでも弱いな、イニエスタが日本来ちゃってんのとかでな、かすむねんな、もう1億やろ、まあでも人を動かすのはあれかもな、いいかもな、うん、それか、もう、ああ、そっか、普通やな、あれ。でも、あれやで、そこまで長くないで、それ、銅像とかに比べたら。いや、てか、人生にその一日があるだけでいかついな。全然。それ言い出したら、1億あったら、そんな一日誰でも作れんちゃう。いや、でも、その、人と、うん、あの人ね、ジャスティン・ビーバーっていう人と、場所とか、うん、それが揃うことが、でそのツイートもむっちゃおもろいやんそんなツイートジャスティン・ビーバーってそうで、やる今日も言わへんで、俺も一気にパッて出てきてシュッ、え、何か似てる人って思ってまい、俺は、うん、ジャスティン・ビーバーに帰り際もうほんま、うん、先にやったら
パニックになるから、うん、センキューヒラッパーだけ書かす俺に対してとかはちょっと売れさすために僕の動画リツイートしてくださいとか言ってるのと一緒になるから、名前出してくださいとかじゃない、センキューヒラッパーだけでいい、本物やったんやってなるだけでいい。一応でもさ、うん、足りへんのちゃう1億。だってさ YouTube ジャスティン・ビーバーレベルのフォロワーって、あの Twitter な、うん、普通に1ツイート普通にプロモーションつけようと思ったらいくらやねんって考えたら CM の額やん多分。まあそうやな、テレビ CM の額って考えたら足りへんかもな。10分で来させてるから、まずスケジュール1日抑えなんかどっちにしろ1億で無理なん。そうです、その実動はそうかもしれんけど、飛行機取って乗ってこっち来て行ってのあれがあるから。写真で1億やったらいけんじゃん。金持ち逆に無理やと思うな。もうお金で動かんのか多分。もう俺がその魅力ある人間になるべき、なんかもうそうじゃないと動かんのか、うん、金持ちは逆に1億弱いんじゃん。だってさ日本人多分無理やな。例えばガクトさんとかえぐいやん、うん、やけどさありえるやん。ありえんのかな。てかその仕事で写真撮ってる状態のその写真とか、絵にパンチ力がもうないんよ。平方パークにジャスティン・ビーバーっていう、いや そこよな、そのポイントは。そうそう、でも平方パークにガクトさんでも十分よ。いやでもね、言ったらポイントは岡田くん、 V6 の岡田くんとかが、うん、その平パー兄さんってね、そのメインキャラクターみたいなとかやっちゃってるから、うん、そのさ、ガクトさんと岡田くんにどんな差があるかって正直世間から見たら分からない。ジャニーズかのファンの人からしたら岡田くんの方がすごいなってなる人もいるやろし。だからさ、ジャスティン・ビーバー来てんの、実家に帰ったらもうこれ無理やけど、うん、実家に帰って部屋開けたらジャスティン・ビーバー寝てんすけど、これだだいぶちゃんと顔とらな。でも寝顔やし、より偽物かな感じよ。なんでそれがすごい、ジャスティン・ビーバーツイート発動やセンキュー中村ズハウス名前出してもんだああ名前出してもんだそっか、じゃあちょっと人系はむずいんか、人動かす系はちょっと相場も分かれへんし、うん、そやな、うん、そやな。でも宇宙行くとかはさ、一昔前やったらそうかもってなってたかもな。あー確かに、度胸さえあるなら、うん、1億じゃ済まんやな全然。え、な、ある？マジ話題だけの話やったら、おう、そういうのがちょっとヒントかもしれない。ほんまビルの上からバーンやったら何札束1億円を捕まるやろ保釈金だけ持っとったらいいじゃん、さっき抜いといて、残りじゃ結果的に8000万ぐらい、8600万とかそう、気悪いな。パサしかもだいぶかさばっと落ちるとことかもあるでもあれよ、うん、ドーンって、ニュース的には1億円ばらまくって多分なるから、もう大盛り上がりではあるな。やろう、それをやったのが神保町吉本漫才劇場の芸人や。今からこれ回ります、からは絶対言うで、誰か分からへんから。ああそれか、あえてそのなんかデパートの屋上みたいな普通に人とかもいっぱいおるところで、あえて写真撮られる環境でやって、自分は何も言えへんか。でもな、 YouTuber ができてまうとか。ああでも1億やね。だって1億プレゼント企画とかあるやん今。あってなったら1
一番賢いのはやっぱ銅像なんだ。マジでそうかもってなってきたな。うん、あのそんなでかいのは1億じゃ無理って言われたら、じゃあできる高さでってできるだけ高さで、あの最悪その中も空っぽでいいし。問題はでも場所やろ。それ田舎に建ってても知らないというか、土地、うん、土地に金かかるのか。まずやっぱ目立つところじゃないと意味ないかな。あ、じゃあテナント、うん、ビリケンさんみたいなのになれたら最強や。あ、自分が、うん、中村さんめっちゃいいよ中村さん東京に新たな観光地を作りにかかる、しかも金はこっちへ出しますってあの市長とかに言ったら、むっちゃ協力してくれた上で1億使えて、場所とかにもその市の持ってるところで中村さん行けます。あの日本で今一番有名な占い師とかに、うん、もう1億円で、うん、あの動画 YouTube 撮影させてもらって、その人にあの今まで運万人と見てきましたけど一番いい運勢ですって言ってもらうとか。いや1億占い師にすっごい占い師、うん、あげるから正直に答えろ、嘘やろお前って言って本当のこと言わすそっち無理ちゃうよ。でもそれがお前やったらもうその1億渡しだからせやな、何枚持ってる占い師そこそこの額取るから多分1億稼ぎもんね。そっか、長い目で見たら、長い目で見たらやったらそのそっちの方がいいんじゃん、そっちねじ曲げる方が。そっか、1億ってあんま何もできひんな。思い切ったことはギリギリできひんよな。そやな、なんかみちょぱ、ゆきぽよ、ニコルンとデートぐらいしか無理じゃん。もったいないそのやる御三桁みたいな。その俺女性の楽しみ、女性にむっちゃ可愛い人とあの結婚してるから芸人やってますとかじゃないや、結構、まあ、結構そうやな。いやなんかさ、ほんまにその気持ち強い人は強い、うん、そりゃぶっさいくる可愛い人の方がいいよって、そりゃそうやねんけど、うん、そデートとかは絶対なしやな。まあでも生え方で言ったらえげつない、ロケでもなんでもないプライベートでそれ写真何もんやこいつっていう。嫌やな、使いっていうか、そのまあ社員さんに普通に社員さんに、何の吉本のまあ俺らの知る限りの一番偉い人に、僕ら1億持っててほんま何に使ってもらっても大丈夫なんで、これでテレビどうにかしてくれるとこないっすかねって言ったらあるんじゃん。テレビ出させてくださいってこと、出させてくださいというか、これであの僕らだけで1本なんかもう企画とかも全部委ねて。いや危ないそんな出方したらそのあるんですって1億。いやただの財力で言ったらやらしいけど、なんか宝くじで当ててさ、もうこれ全部いらないんでっていう方向やったら一企画感強いというか、その裏金感の方が強いでもあれそこまで説明するんで、表で、あそうこういう若手芸人がおってで、こうやって言ってきたんで、こんなことをしましたっていう一本を作ってもらう。
なるほどね、うん、単発ちゃう。でも単発なるんかな。そんなやつおったな。なるか。1じゃあもうそろそろだいぶ喋ってし、もうこれロングトーク動画にして前後半分けんといてロングトーク、これえ、どれが良かったかな。貯金、そうやな、一応何あるか分かれへんが強いな、ためとく。あかんかんかん、こんなすかしダメや締めかけたけど今危ない危ない。いや、これはもう保留。いや、次なるすかしやん。違う、これ保留ってお前また話さなあかんってことやで。うん、これもうね、みんなが何回もこの質問し合う意味がやっとわかった。みんなも一回こんぐらい考えてんねん。で、じゃあそれわかんない。銅像とかも行ってんねん、ジャスティン・ビーバー、ヒラパーとかも一回通って。え、でもその土地とか調べたら銅像行けるところ割り出せるんじゃん。違う、場所に意味があるから。だからその場所の土地単価みたいに調べて、東京タワーの横に同じ高さっていう、自分の目のメモリでえぐいなあれっていう。なんであんなん横に作っちゃったん。東京の象徴を日本の象徴、海外から見た日本イコール東京、東京タワーをバン写してる写真に俺が写っちゃってる、そういう場面が1億の価値あったん。もうね、東京タワーのから徒歩5分とかは意味ない。もう窓なり、窓なり。国運タワーに何か感じる？いや感じへんよ感じへんけど、国運タワーの横の中村には何か感じるよ。そうやな新宿にね、国運タワーってあるんですよ。何かのでっかいビルの横やったら別にええんじゃん。でもさ、カスマン、やっぱあの、例えばあの、じゃあ俺らさ、あのこれ乗せてもらった時にさ、あれだ、何の工場かわかりますか、ね、あれね、こんなんなってあれビールみたいな店ですよの横とかに、うん、こんなうんこみたいなの乗ってるとことかもあるやん、木のうんこね、うん、あの横に、例えば俺の動画がこうやって大仏に座ってるのがあったとするよ、うん、これやっぱ景色になってもらう、ただのそこにはこういうパンがあるぐらい、まあ、青いが散るからな。そう、だから東京タワーやね、やっぱ今の時代に織田信長みたいなやつがおってやっとじゃん。信長じゃないやつがあんなでかいのがいいのわかる？もう無理やて、自分で作らなあかん、自分で作ったらもう、え自分で作って場所だけ抑えるために一部ってこと。もうさ、ずっと定着してんでもさ、もう一瞬パン立ってその瞬間写真撮るとかでももうええやん。いや、イベントやん、ただの後世に語り継がれる。ああ、もう無理やわな、でもいろいろ。なんやったらほんま東京タワーの場所に自分を建てたい、うん、その潰して、ほんまにまさに自由の女神みたいな感じでお前がおんねやろ。おう、東京タワーの横に、うん、しかも夜になったらこうあ、繋がってるってこと。違う、動くあ、そういうこと。いらんやろ。が、中村駅とかもできる、その前に。ですよ、中村前駅。中村前駅、耳から駅が、耳から駅、うん、だから耳からよう見たらこう、この進んでる手の動きが駅になってんそういうのをかなり複雑よ。人力車の人が実はあの手の動きって説明してもらうと意味やから。宝くじの話で100経円ぐらいやったらいけんじゃん。もう日本の100億円、日本の借金とかも全部俺がなんとかしますとか言った上で、いや多分全部なんか解決したのかすんじゃん。てか、こん
径、上空、わからない、何メートル以上の建物は全部中村に買いなさい。桃鉄みたいな生活そんな無理やろ。いいか。いやでもまあちょっとでも銅像でそのあるはず、どっかでどっかの土地で一番桃絶妙なの絶対あるよな。でもこの土地最高やな、ここやったらこの高さいける。逆に無人駅とかでもおもろいな。無人駅でっかい中村おんのおもろいよ。それで普通に電車通られへんから折り返すっていうだけの駅でさ、終点の駅があるやん、でこうやって終点の駅通り過ぎんねんけど中村駅でここで降りられへんねん。どうぞ方で中村見に行くだけの駅。そうそうそう、だからもう、あ、乗りすごい、ここら辺で降りたかったのにここの最後に降りれる駅も乗り過ごしちゃったとか最悪。すぐ戻りたいのにこう一回こう、こっちまで行って跳ね返るまでは戻られへんから。ドリーなんかやったらできんじゃん、一応意味ない、ごめんね、ここは妥協できんのよ。ドリーなんかで立てようとさ、そうできるよ。すなそんなの、なんかなんか地方とかのベンチとか、駅前のベンチとかでこんな銅像とかあるよ。あるあるある、あれはね、ダメ。もう悪い方向しか思いつかんの。もうあとは有名になるってなったら1億で悪いのは絶対ダメ。1億もう当たった時点でちょっと悪もんやから、ま、なんか見られ方としては。ああ、そう、いや、そこをどうプラスに持っていくかってことね。そう、え、じゃあ保留？うん、だる30分話してだいぶだるいんですけど、保留やん。いや、これはもうね、簡単に決められへんわ。そんな簡単に決めれるって思うな30分でこんな長年のね、議論の題材こんなんで決めれるやと、誰か決めとはもう。あ、そうだよじゃあまた、あの、これについては別で話します。トークライブしようよ。まあ、そうやな、これ、これ一本テーマのトークライブやります、うん、持ってきてなんだか、それまでに。いや、いいよ、これちゃうかっていうの、それやってなったらもうそこで暗転で、そのライブ終わりでいい。あ、いいよ。だから開始5分の可能性高いな持ってくるから、最初はいくつ言わせへんぐらいはね。わかりました、わかりました。はい、じゃあすいません、その時は楽しみにお願いいたします。超ロングロングロングトークでした。はい、9番がやりとりでした。保留。